はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。チンパンデッキ実況チャンネルへようこそ。チンパンデッキ製造工場長のリュウです。さあ本日なんですが、まあ最近ねデュエリストカップが近づいてきてるということで、皆さんもね、ワクワクドキドキハラハラ、しているかなというふうに思うんですけれども、まあデュエリストカップで使うデッキ決まってる方、いらっしゃいますか皆さん。僕はですねこのデッキでいこうと思ってます。本日紹介するのはランクマ用デュエリストカップ用アダマシアデッキです。これなんでこのデッキを使おうとしてるかっていうと、皆さんよくご存知だと思うんですが、僕ってプレイングスキル、ゴミなんですよ。プレイングスキルゴミな僕でもデュエリストカップを勝ち抜こうとした場合、審判をする必要があるんですね。はい、プレイングで勝てる人はね、あのミッドレンジ系の例えばまあ楽園とか、まあ、その戦闘機とかそういうデッキ使ってもいいと思うんですけども、僕はもういかんせんバカなのでプレイングがないんですね。なので、まあ、そういう人に適してるデッキ何かなって思って、やっぱねありえない展開力でガン制圧できるデッキが一番いいかなと思ったんですよ。で今回はアダマシアを、まあ、がっつり作ってきました。はい、これで先行ありえない展開をして、さらに本日ね、アルティメット対話拒否モンスターと言われているこのフォッシルダイナパキファロとかいうなんかぶっ壊れ恐竜をね、あ恐竜じゃねえよこれ岩石だ、岩石を出して、恐竜っぽいけど岩石を出して、でこれで対話を完全に拒否していくという、まあ、そういうね盤面を作っていこうというふうに思っております。はい、まあねこれ前回のアンチスペルフェスティバルの時にも一応アンチスペル用のアダマシアをご紹介させていただいたんで、まあ、動かし方はそちら見ていただいてもいいかなと思うんですけども、基本的にはまあ、モンスターエクストラデッキの強いモンスターを、並べていくデッキになってまして、このアダマシアというデッキは本当に展開力がすごいんですね。まあリサーチャー、そしてシーカー、そしてこのアナライザーっていうチューナーモンスターたちがデッキトップをめくって岩石を出せるっていうあればね、そういう効果を持ってるんですよ。でこれを使ってどんどん岩石を横に並べていって、まあ見かけ獅子とかブロックドラゴンを経由していろんな強いモンスターを出していくと。で今回のデッキに入っている、まあ、キーカードとしてこのラテン神将っていうモンスターがいまして、これ同じ種族のモンスター2体以上で出せるんで、これこのデッキからは結構簡単に出るんですけども、これを出してこいつね何するかっていうと、これ自分のねリンク先にモンスターがいればそいつと同じ種族のモンスターを手札から、自分または相手のスタンバイフェーズに出せるっていう効果があるんですよ。だからラテン神将、ちなみにこの下に2個向いてるんで、まあ、どっちかにね岩石族、例えば、まあ、コアキメルガーディアンでも、まあ、ロックでもなんでもいいんだけど、この辺のモンスター出しといて、ほんで相手のスタンバイフェーズに、こいつの、効果を使いまして、ブロックドラゴンで持ってきておいたこのフォッシルダイナパキケファロっていう圧倒的対話拒否モンスターをこいつのリンク先に出すと。そうするともう相手特殊召喚できないんですね。特殊召喚できなかったらね勝てるんですよ先行でバネティスペース開いたら勝てるじゃないですか、あれと同じ。まあ一応ね無限法要とか、それからまあ一滴とか金滴ね、ああいうカードにはちょっと弱くなったりするんだけど、それを、サベージとか、それからまあバロネスとかラプタイト、こういうモンスターで無力化していくという感じですね。でさらにこのデッキいいところは上振れてると結構その展開する前にコアキメルガーディアンが並んでて、相手のうららとか増字とかそういうのを弾きながら展開できるんですね。これめっちゃ強くて、もちろんねうらら打たれてもコアキメルガーディアンで無効にしたり、まあ、リサーチャーの効果にうららって打たれても、まあ、最悪その貫通札でブロックドラゴンあったら別にうらら打たれたところで展開止まんなくなったり展開止まんなくなったりするしね。これがめっちゃ強いんで、結構なんかまあ単度によるんだけど上振れ展開とか誘発貫通能力がそこそこあるかなというふうに思っていて、はい、それがまあこのデッキのいいところかな。で高校からも結構高校から何、どんどん出せるアナライザーとか、あと特殊召喚できるね、まあブロックドラゴンとか素引きしてれば結構なんとかなるんですよ高校からでも。だからまあ先行めっちゃ強いし高校でもまあそこそこいけるみたいな感じの、まあ、テーマになってますんで、しかも圧倒的制圧力を誇るんで相手からのサレンダーされ率も高いと。だからね結構俺はこのデッキいいと思ってる、はい、勝ち抜くんだったらね、うん、と思ってるんで、早速ねこのチンパンデッキの展開力をねお見せしてみましょう。デュエルスタンバイ。皆さんはヤバハンド、皆さんはチンパンデッキは好きですか？まあ、チンパンデッキっていうのは、まあ、いわゆるね、まあ、とりあえず増殖数字しますね。
あのミストレンジとかのその対話をするタイプではなくて、なんかもう先行でありえない展開をして、バカみたいな制圧盤面を敷いて、なんか相手のそのせあやってくることも全部止めるっていう、あの全部無効にして何も遊戯をさせないっていうタイプのデッキのことを、まあ、チンパンデッキと、呼んでいるらしいんですけども、遊戯王プレイヤーは。僕結構チンパンデッキタイプのデッキすごい好きで、これなんでかっていうと、リュウ実況チャンネルはね、プレイングがゴミなんですよ。多分ね、遊戯王実況者1プレイングぐらいですよ俺。はい、自慢みたいな感じで言ってるけど、マジで遊戯王プレイヤーなので一番プレイングラインで、なんでチンパンして勝てるデッキ結構楽しいので好きなんですよね。これ分かります、気持ち分かんねえか、まあ、だからこのアダマシアっていうデッキはすごく好きです。はい、なんかマジで先行でバカみたいなありえん盤面敷いて、なんかマジでクソゲできるんで、割とはね、最初のなんかデュエルスカッパーさ、これ使おうかなと思ってるんですけど俺。はい、あれべね、一応赤の楽園めんどくさいから止めとくか、まあ、無限紅葉あるからね、無限紅葉1枚目使って、まあ最悪これでなんか弾かれ花とか使われるんだったら、まあそれはそれでね、こっちのなんかそのブロックドラゴンとかの展開が取るかもしれないんで、これ発動してみましょう。で、まあ紅葉打ちます。これ結構かわしづらいでしょ。あー、かわせてるらしいです。すいませんでした。まあまあまあ、でもね、まあ抹殺が、ここで使ってくれたんで、まあこっちのそのなんだろう、赤の枠に対する墓穴とかは抹殺しづらいと思うので、まあ割と通りやすくなったと思う。まあ、次の自分のターンのこの無限包容も効くし、はい、で赤の枠を手札に加えていくのは全然 OK で、セット OK。 まあこれで赤の枠をセットしていくのかな。まあ赤の枠は実質墓穴で無効になるので、まあ、ノクセルカード1枚どうでもよくて、でミラジードを一応無限包囲無効にすれば多分大丈夫だと思うんですよね。ですね、とりあえず無限包囲を打ってミラジード君の効果でモンスター消されるとこのハント何もできないんで、無効にしていく。まあ、無効にしてもね、アルビオンを墓地に送ることはできるから、はい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 、これチェーンしちゃうとこれモンスター除外しちゃできないからめんどくさいんじゃないこれ。わかんないけど、これ別にいつでもいいですけどね、これ打つのね。今ここで打つ必要はあんまない気がするけど、そうするとなんか効果有効になってアレベルがどっか行くみたいな話だけどね。アドリブル持ってきたいっけ。あー、赤の楽園か、なるほど。まあ、これは墓穴でまあ実質無効になるので大丈夫です。はい、持っててよかったですね。はい、墓穴の指名者を打って悲劇のダスピンを除外すると実質だから無効になって、で多分これミラジェイドの効果多分これ使ってからもう一回なんかそのミラジェイド巻き込んで、これ多分相手の手札、これ多分アドリビティブだね、多分だけど、ちょ見てなかった展開あんまり、多分アドリビティブ。まあ1枚知らんけど、もう1枚でだっすね。そしたらまあ行くしかないですよね。まあ、プランケツとこれドロップから入ったら弱いけど、水から入るのめっちゃ弱くて、茶色から入れないとプランキッツってあんまり伸びないんですよね。プランキッツってのはプランキッツモンスターの素材になるとプランキッツをデッキから出してくるっていう効果あるんだけど、デッキに入ってるのが茶色、青っていう、その4種類じゃない、4枚なので、これねあんま展開伸びないんですけど、しょうがないですよねこれね。しょうがないから、これ転生のコードになるらしくないんじゃこれ。1、2、3、一応ブロックは出せるか、これいっか、こことここ、御影獅子につなげられなそうなんで、これ天章のコーディネーターで相手のモンスターパクりましょう。相手のミラジェットパクりまして、ちょっと少々お待ちください。ですね、1、2、3、いけますね。ブロックドラゴンを相手に送りつけて破壊してサーチするっていう超おしゃれムーブしていいですか。てかそれくらいしかできないんだよね。だからリンク伸ばしたところで岩石いなくなるんで、持ってきたアダマシは出せないから、これはもうなんかコントロール入れ替えて殴るしかない気がする。抱擁バリきついけどこれしょうがない。ちょっとそのミラジェードくれ俺に。なるほど、いただきはする。あれなんだろうな、あのセカード。これは、コントロール入れ替えまして、でミラジェイドを縦にしまして、でミラジェイドで
ブロックドラゴンを殴ってブロックドラゴンのサーチ効果を入れるというめちゃめちゃおしゃれなプレイングするしかないんじゃないか。これリンクソーにしたと意味なもんですね、うん、ブロックドラゴンの効果をこれ殴って発動するっていうあんまやったことないけど、あんまやったことないけど、これでブロックドラゴン効果発動、一応ダメステだからなんかいろんなカードケアできるからね。ハカラとかだったらね、ケア結構ケアできますからね。で、はい、まあ、フォッシルダイナパキキファロじゃね、これさすがにフォッセルダイナパキキファロじゃない、これパキキファロ最強だから。で、これで、メンツハイ、殴ってねえわ、どっちもテンションのことで殴って、はい、無限包容だったら使ってると思うんだよな、使ってねえかな、多分使ってると思うんだよね。だまあ、とりあえずちょっと、アダマシアリサーチャーは多分通ると思うわ。アダマシアリサーチャーの効果を発動して、岩石族いるんで特殊召喚。これ、天章のコーディネーラルが、岩石族なんですよ。すごいですよね。あー、墓穴か。よかった、でも。じゃあ、今の、マジでよかったわ。送りつけで殴ってないと、なんか展開しながらサーチ入れようとしてると、墓穴食らって死んでたんで。で、これ結構ね、結果、おらい。これ割と結果おらい。な、ナイス。あとはもうこっちの展開通せばいいんで、で、向こうは一応、アルビオンの効果が、これどうしようかな。ちょっと待って、一応ガーディアンか。まあ、多分あのステカー、あのステカーじゃねえや。なんだ、手札1枚、誘発じゃないと思うけど、一応ね。で、こうして、で、アダマシア、シーカー特殊していいな。シーカー特殊していい。アダマシアがいないと特殊ができないんですよ、このシーカーは。だからね、ちょっと使いづらいんですよね、リサーチャーと違って。うん。まあ、一旦ちょっとバロネスで、まあ、ニビルとかやばいから、一応、なんか、打ってると思うけど、あれば。一応ケアして、はい。でミラジードくんの、レベル8とかいうレベルは、マジでバロネス出しやすいから、レベルに感謝。なんかあるな、これ。なんかある。なんかチェーン映ってるから、何かはある、相手に。まあ、一応ガーディアンがいるから、まあ、モンスター効果だったら向こうにいるけど。ガーディアン強いですね。ガーディアン無限に出してきますか。ガーディアン無限出ししといて、で、ガーディアンはいた方が強いんで、そのまんま。ガーディアンは多分いた方が強い。まんまいた方が。どうしようかな。ラテン新章を出しに行くの割とありだけどな。なんだっけ、リンク先にね、岩石族がいれば、なんかその自分のリンク先に岩石族を出せるっていう効果があるんですよ。ちょっとスタンバイフェーズなんですけど、次の。こいつはちょっと効果結構強くて、これでいいんじゃないかな。手札2枚でしょ。で、アレビオンの効果はうららで無効にできるんで、サーチは入んなくて、これでエンドでいいと思う。そうすると、エンドフェーズガーディアン、の効果使って、ポシュタイのパキカラを見せて、で、僕はガンスイズ持ってますのアピールをして、で、アルビオンの効果はこれ、ウララで無効にすればいいから、これで OK。そうすると、これ、相手は、手札2枚から、どうにかしなきゃいけなくて、ほんで、スタンバイフェーズ、まあ、無限保養とかは、バランスケアできて、この無限保養打たれても大丈夫なんですよね。で、一滴だったらコストない。で、スタンバイフェイズ、ラテン新章効果、コアキメルガーディアと同じ速度のやつを手札から出せる。で、やばいやつ爆弾する。ほんで、パキキハロを殴ってこようとすると、ラテン新章の効果でバトルフェイズ入ったときに、なんか相手のカード何でも破壊できるんですよ、1枚。だから殴れもしないんですよ、パキキハロを。これマジで強くて。これ多分積んでます、相手。多分積んでる。で無限保有はバロネス的足生きてる。一応、名誉結界派とかあれば、動けなくはないけど、ただ、名誉結界派と楽園融合とかじゃないと多分無理なんだよ、これ。多分、ほぼ勝った。これがチンパンデッキ。この盤面を先行で作ったら、結構サレンダーされます。大体ね。俺、なんか、相手結構、いやー、惜しい。悔しいでしょうね。割と強そうだが、アダマシア来すぎ問題は発生してるな。一回ちょっとアダマシアシーカー召喚、
頭写真か召喚は何かある。ゾウジーがバチクソ辛いっすね。この反動アトラクターもマジ辛いわアトラクターか、なんだ不安だりーズかな。アトラクターか辛いな。妨害残せるかちょっとわかんないですけどね。ちょっと一回頭写真か、墓地にカードがいかないのがめっちゃ辛くて、かなり刺さりますアトラクターはちなみに、まあ、一応盤面でなんとかしていくしかないです。まあ、C からここ発動できるかどうかっていう話ですけどね。はい、できればね、こういう時にね、コアキメルガーディアン召喚から入れたらめっちゃ強かったんですけど、コアキメルガーディアン召喚の動きめっちゃ強いんですよね。はい、で、はいはいはい、サプライヤーは一応めくれる。頭視野がある、あ、でもあっても意味ないか、あっても意味ないな、頭視野。サプライヤーですね。サプライヤー特殊召喚してガーディアン持っていきましょう。で、ガーディアン、サプライヤーは特殊召喚するとコアキメールのモンスター持ってこれるんで、これでガーディアンを持ってくる。なんかあるね。うん、なんかはある。もう一枚。なんだろうな。まあ、法要とかエフェクトベイラーとかそっち系ですかね。で、一応、どうしようかな。どうしようかな。先行意味ないからな。これ、もう、ラプタイトするしかないか。ラプタイト行くしかないですね。ラプタイト行って、まあ、バロネスか、まあ、クリスタルウィングはどっちかはまあ出せればいいな。とりあえずサプライヤー、あ、サプライヤーじゃない、ラプタイト特殊召喚。でも墓地行くのめっちゃきついんだよな。墓地リソースないんで今、何でしたっけ、ブロックドラゴンとかを出しに行くのめちゃくちゃきついんですよね。しかもあいつ墓地、あー、応用つらいね。いや、まあしょうがないか、強えな相手法要とディメンションアトラクター投げられるとさすがにきつい。こっちも、まあでもね、一応クリスタルウィングだけは出せるんで、クリスタルウィング君に頑張ってもらうしかないから、多分フワンダリーズだから、こことここでしょ、多分フワンダリーズ。全然違ったらごめんね。あの、普通にヌメロンとかもし、ヌメロンはないか、ヌメーションアトラクターって何なんだ、あと入ってるデッキ、ちょ、わかんねえや。ウェンドフェイズ多分フワンダリーズだと思うんだけども、フワンダリーズだったら一応クリスタルウィングが結構強くて、モンスター効果無効にして破壊できるから、これだ、あ、ストーリーか、なるほど。ストーリーは、自分または相手の墓地のカードを除外しながら、モンスターいたら召喚できる効果はどうでもいいよな。これ次出てきたモンスターを破壊すれば大丈夫だと思うんですよね。ストーリーは結構どうでもよくて、これはね、まあ、次出てくるロビーナかイグルンか、あった、あ、イグルンか、オッケー。いや、これは無効だね、さすがに。まあ、無効にするから、これ多分もう、地図とか旅自宅あったところで結構きつい、あ、なさそうですね。なさそう、多分止まったと思う、じゃあ。多分止まった、よし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 、危ねえ、危ねえ、オッケー。なるほど。まあ、さすがにガーディアンからですね。ガーディアン召喚。よくもやってくれたな、てめえ。マジで。ディメンションアトラクターとかいうクソ希少カード、使ってくれよってよ。俺もてめえにクソ希少カードの連打を見せてやるよ。クソ、よし、来た最強モンスター来た。フランキッツロック君。まあ、これがぶっ壊れ岩石族ですね。はい。このモンスターがマジで強くて、まあ、ここからつながるプランキッツのリンク展開によって、リンク数を伸ばしながら、ちょっと待って、プランキッツミュードレ、はい。ここからつながる圧倒的アドバンテージ。まず、プランキッツミュー、リンク召喚するでしょ。で、ロック効果で、プランキッツリンクモンスターの素材になったので、デッキから、なんか、あ、カードを1枚、手札から除外して、もう増殖腐るからいらなくて、で、これで1枚ドローしながら、モンスター特殊召喚、ハカラも引いた、あまりに強い。俺らとかゾウジーも効かん。まあ、ゾウジー入ってないだろうけど、相手。あったら打てるから。で、ここと、ここでリンク召喚して、もう一回プランキッツ出すと。そうすると、なんと、プランキッツロック1枚から、リンク3分稼げるとかいうやばい効果。やばすぎる。アドバンテージ稼ぎすぎ笑った。これ、リミット3だったらでかすぎるでしょ、リミット3っていうか。無制限になったらでかすぎる、これ。これ、宇宙すぎん？で、モンスター特殊召喚。あらあらろ、プランキッツ、ラック。で、一
タン奇跡の先行を打ちますか。コアキメールガーディアンは残しておきながら展開しましょう。で、リバイバルゴーレムは墓地に送ると、特殊召喚できるんで、こいつを墓地に送って、でリバイバルゴーレムの効果によって墓地から特殊召喚で、レベル4モンスターに対してオーバーレイですね。はい。でこれでブロックドラゴンを出してドヤ顔で特殊召喚すると結構相手されるのされるんですけど、これまだ結構相手頑張ってる方ですね。ここまで展開したら結構されるのされるんですけど、割と見てくれるな。マジでこのデッキの撮影クソ大変で、あのね、サレンダーされるやつクソ高いんですよ、このデッキ。マジで。これ使っていただければわかるんですけど、かなりサレンダーされるんで、マジでっていう意味では、デュエルスカップはかなりおすすめ。サレンダー率エグいから、なんか。ほらね、ほらね、こうなるから。ああ、俺、デュエルスカップこれでいくわ。うわ、キモいカード来たー。きっしょ。お前、強欲なツボ一人だけ発動してんじゃねえぞ。一人帽子、誰やねん。てか、だから攻撃表示とかしないと、あ、強いんです、それ。その効果は強い。あ、テティスターボ。え、貴重。お前、カップ2回打っての貴重すぎるだろ。いや、せめてさ、せめてリロードとかさ、打ち合いのコツにしろよ。なんでカップオブエスって。腹立つわ。これね、テティスでね、あのカップオブエースを使ってるやつはマジで腹立つね。裏目引いてさ、どうせ裏出たらサレンダーするでしょ。腹立つわ、マジで。腹立つのり。え、これこれ世界終わりました。これ僕何も言うはずないんですけど、これ世界終わります。ターン帰ってきたらなんかね、頑張れるんですけどね。こういうタイプのデッキってターン帰ってこない確率くっそ高いんですよ。体感マジでターン帰ってくる率、相手が失敗してサレンダーも含めるとマジで 10% くらいしかないから。これ何大きい、これ何がしたいの、この人。急にお寿司、急にお寿司来たわ。急にお寿司来た。どういうこと、お寿司ゴリ押し、やばい。なんか全然わからん、なんだこれ。ガチでわからん来た、わからん、わからんで来た。寿司めっちゃ出てくる、めちゃめちゃ出てくる。え、異次元の精霊、なるほどなるほど。はあ、はあ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 、ハストールね、なるほどね。ハストールはなんか素材になるとなんかあの、あ、そんな効果なかったっけ、なんか1枚ドローするみたいな。あ、クト効果、あれいくら型、やば、何このお寿司提供デッキ。なんか板前アーゼウスとか出てこないですよね。いくら型1番缶、わからんわからんわからん、なんか偉い寿司握ってっけどよ。まあ、異物は混入しないね、ギリ。一応女の子が握ってる感じだから結構美味しそう、逆に言うと。うん、なんか色々捨てられたけど大丈夫か。その伏せカード3枚なんだ、その伏せカード何、釣り天井は、これ死ぬだろ、これキックファイヤー。これ炎属性が破壊されるとなんかバーンダメージみたいなやつじゃなかったっけ。これじゃねえな、自分または相手のスタンバイフェーズ時にこのカードを墓地を送ると、このカードの効果によってこのカードを呼ばれてカウンターの数から1000ポイントダメージ与える。やばい、4000だろ。あ、4000だろ。ちょっとこれって単一ないの、これないんだっけ、これ何個かないんだこれ。あえ、これ4000ダメージかける2ってこと。あ、ふざけんなよ。